埼玉医科大学の富田と申します今回、心不全の病態とリハビリテーションということで心不全の概要から始まりまして心不全の方と対峙したときの情報収集そその情報収集の先の介入のところについて基礎的なところから解説していますのでぜひご覧ください。埼玉医科大学の飛田と申します。よろしくお願いします。今回は 心不全の病態とリハビリテーションということでお話をしていきたいと思いますで。早速、今回の内容なんですけれども、まずパート1で心不全の概要についてお話をしまして、パート2で実際にこの心不全患者さんのどのような評価を行うのかというところを中心にお話をしていきたいと思います。で最後、パート3のところで心不全患者さんの急性期の介入のところでどういうふうに介入していくのかというお話をしていきたいと思います。 今回の講義では特にこの急性心不全患者さんへの介入を主に扱っていこうかなというふうに思っております。よろしくお願いします。まずパート1の心不全の概要のところですけれども、心不全の定義ですね。定義はガイドラインに載ってるんですけれども、心臓に基質的、機能的な異常が生じて、心臓のポンプ機能の代償起点が破綻した結果、呼吸困難であったり、倦怠感、むくみが出現して、 運動体能が低下すする臨床の症候群といいううふうに言われていますよくあの心不全という診断名がつきますけれども、まあ、病気の名前というよりかは、まあ、症候群ということになります、えーまあ、実際にその心不全って何なのっていうところなんですけれどもこの心不全の分類がありまして分類は基本的にはこの差し速出率 LVF というもので分類をしまして、まあ、この2つ以外にもあるんですけれども今日はこの二つを特に 取り上げていいこうかなと思いますまず、いわゆるこう一般的に心不全のイメージが強いのが、こちらの l v f が40%未満の、これ、ヘフ・レフって読むんですけども、えっ、ー、と、さしつくストレスが低下した心不全。ということで、何かというと、心臓の、左しつくの収縮能が低下した心不全ということになります。で、反対に、 最近注目されてきているのが、心機能を保たれているんだけれども、心不全という方が増えてきていまして、こういった方たちは、まあ、心機能を保たれていますので、EF は50%以上。えーまあ、なんですけれども、心不全の症状が出てきたときに、ヘフペフって読むんですけれども、収縮能が保たれた心不全ということで、じゃあなんで心不全なのっていう話なんですけれども、 こちらの心臓が広がりにくいことによって拡張不全によって心不全になってしまうという方が最近多くなってきていて特に高齢者に多いというふうに言われていますまずこの心不全の基礎的な知識としてここを押さえていただけるといいかなと思いますでこちらちょっと細かい字なんですけれども心不全の闇の軌跡というものがありましてえっ、ー、と まあ、心不全、本当にこの競技の心不全でいくと、このステージ C というところなんですけれども、競技の心不全でいきますと、このステージ A からステージ B、C、D までありまして、ステージ A の段階が何かというと、いわゆるこちらの高血圧,圧とか動脈硬化性疾患とか糖尿病とかっていう、ちょっと心疾患の危険因子がありますよっていう。 段階で、なおかつ、何か心臓に病気はないよっていう段階ですで。そこから一歩進んでステージ B に行くと、まあ、心筋梗塞ですとか、まあ、何かしらの弁膜症なんかが起きたときに、でまあ、そういったものはあるんですけれども、心不全の症状はないという段階になります。でその段階から一歩進んでステージ C に行くと、 いざその心不全によって症状が出てきてしまう、まあ、心不全を発症したという段階になりましてさらに進んでいくとこのステージ D という治療抵抗性で、まあ、なかなかこう改善が難しい状態になってしまうというステージをたどっていくんですけれども基本的に現在の,この医療ですと一度心不全を発症してしまうと もう元通りっていうことはなかなか難しくてこちらの青い線がこの闇の軌跡っていうものなんですけれども最初はこのステージへの段階では身体機能も保たれていたものが、まあ、何かしら心筋梗塞とかで一回入院を挟んで、まあ、でもある程度戻ってきてでまた何かしら病気を発症して落ちてでもまたある程度戻ってきてなんですけれどもこのステージ B から C の境をまたいでしまうと 心不全でかなり身体機能が落ちて、最初はある程度戻ってくるんですけれども、また心不全の悪化によって再入院をして、治療を繰り返していくと、だんだんとこの身体機能が弱ってきて、このステージ D という段階に行ってしまって、なかなかちょっと命に関わってくるという状態になってきます。これが闇の奇跡と言われているものでして、 心不全の方に関わるときに大事なのが、まあ、おそらく心不全ですよっていう方がリハでに出てくると、少なくともこのステージ C の段階ではありますので、しっかりその入院中に身体機能を戻して、まあ、外来でのリハビリも通して、身体機能を戻していくのはもちろん大事なんですが、まあ、それ以外にもこの心不全を悪化させる原因というものがいくつかありますので、そういったところにも対応しながら、 まあなるべくこの増悪の頻度を減らしていってその結果、まあ、心不全がありながらも長生きができるようにっていうところを目指していくことが大事になってきます。で心不全心不全ってよく聞くかなと思うんですけれども、まあ、心不全だと何が悪いのっていうところなんですが、まあ、いくつかこの生命予防のところを見た、えー、文献を見てみますと。 心不全の方の院内での死亡率が大体8.1%なので10人に1人ぐらいは院内で亡くなられていたり心不全で入院してその後1年間の死亡率でいくとえっ、ー、と、左質の収縮能が低下した心不全だと大体9%ぐらい左質の機能が保たれていた心不全だと10%ちょっとで再入院率のところで見ていくと まあどちらも大体25%近くですので、まあ、生命後もそうなんですけれども結構この再入院が多いんですね。そうですねなのでいかにここを減らす対応ができるかっていうのも大事なんですけれども、まあ、今日のところはこの方たちがまあ再入院なり初回の入院で病院に来てそこでどういう関わりをするかっていうところをお伝えしていければと思ってます。 で先ほどの闇の軌跡でも少し出てきましたけれども、心不全は何でなるのかというところなんですが、心不全の原因にもいろいろありまして、と、まあ、虚血性心疾患がベースになって、まあ、そこでこう、急性の心不全になる場合もありますし、虚血性心疾患があって、その後時間経過があって、だんだん心機能が弱ってきてっていう心不全もあります。であとは大きなところでいくと、 加齢に伴ってこの弁膜症も増えてきますので弁膜症に伴う心不全ですとかこの4番目の高血圧なんかも、まあ、高血圧が続くことによって心不全がかかって、まあ、何かのタイミングで心不全を発症してしまうということもありますので、まあ、原因としてはこの辺りがありますよというところを頭の片隅に入れていただくといいかなというふうに思いますで続いて心不全の診断をどのようにつけていくかというところなんですけれども まずは、ですね、患者さんのどんな症状があるかというところを聞いたりですとか、患者さんの既往歴なんかを、まあ、先ほどの既往に虚血性の心疾患があるかとか、弁膜症があるかとかというところを聞いていって、まあ、その後、身体所見をチェックして、まあいろんな検査をして、まあ一番この心不全のかもねっていうのがわかりやすいのは、血液検査の BNP というものが呼ばれるものがあるんですけれども、 こちらの数値が上昇していると、まあ、もしかしたら心不全かもしれないということで、まあ、さらにこう心臓的な検査なんかも加えていって、えー、その心不全の主言があれば、心不全の確定診断がつくという流れになります。でそのような心不全なんですけれども、まあ、当然入院をして治療を行っていくんですが、何を目指して治療を行っていくかと言いますと、まずは患者さんの自覚症状を減らすというところですね。 生活を楽にするのと長い目で見ていくと生命を改善したりですとか生活の質を上げたりとは体力を上げたりというところが、まあ、心不全の治療で目指していくところになってきます。でこちらね当然あの、まあ、内服の治療ですとか医学的な治療もするんですけれどもこれにプラスして心臓リハビリテーションというものを行ってより この目標を達成できるようにしていこうというのが心不全の方への心理派で大事な視点になってきます。